母さんいますかって聞いてもらってもいいですか。わかりました。っていうご用意あればご販売もできます。作りますよ。でも一応あの出張費をぶっ込んできました。それはどちらでご購入を、まあ、ひとまずこれが始まっちゃうからビールぐらいにしてると。そしてあのこの場なんですけど、あの福岡城エリアにおきましてこのような素晴らしい展示をしております。でここに至るまではあの栗林さんにマイクを渡したいと思います。どうも栗林さん、ありがとうございます。プロのミュージシャンたちが実はこの映像を見ながら、でその毎回このプレイズアースを見るたびにそのものも含めて映像と一緒に見てもらえればすごいです。いや実は僕標準語喋ってるんです。いやもう実は僕は今インドネシアに住んでます。その町なんですけれども、これはアウェイパークっていうところで、いやでその原子力の形をしている中が、まあ物の中に入ってみんなが健康になって出てくるっていう、いわゆる逆転の日って言われてる原子炉を超えていこうってことで、その元気炉を含めたプロジェクトで僕はタンカープロジェクトっていうのを今立ち上げてます。もう分かってると思いますけど、世の中のこのいろんな問題がっていうのは、僕らなんてそのもちろんその人とエネルギーを更新するようなそういう場所を作っていくっていうのを交流して、で1年に1度挨拶をして帰っていく道がシネマキャラバンなんですね。でそのシネマキャラバンの人たちは、僕がそれぞれの自分の個性を持ち寄ってみんなでこういうのを皆さんにシェアしてもらって、持っていく。どうも分からんと、伝えていけるのかな、どうやったら、まあ、それぞれがアーティストでことをするために、今回福岡の間が20メートルぐらいで、だから30メートルキャラバンの人たちは何ていうんですかね、こうもう高志くんとはもう何もに、でその人たちを取って何か光を与える光のなんていうんですかね、味方なんですけど、1分ぐらいの作品なんですけども、ぜひあの方がまあ紹介は後にしますけど、とりあえずじゃあ今からセッティング。
どうぞ。ずっとバーナー焼く電気の焼くあいつ持ってくる部分的になんか中に入れないとダメです。火が出てきちゃいました。うわービーバー欲しい。当たっちゃうんですよ。そっか、さっき飲んだのはどれ？ This one, the standard one. And another は？ This one. ロック。ロック。なめちゃんは、ちょっと働きすぎじゃない。他のカルチャーみたいな。グラスも違うんですね。すげえやつやね。アラック。アラック。絶対毎回、縫い直す。裏から出てくる。ひとまず行く。これはもう、そのまま被せるだけで。あ、もうあれを蚊帳で当てるのって恐ろしく大変じゃないですか。今回徳島人だってその場で作ってったから。そう、もう老眼入ってるんでちゃんと見てないと。そうね、だってぴったり合わなかったらかっこ悪いもんね。なかなかね。これは何？オリーバジル。バジル。これおいくらですか？300円だね。覚えてない、そだわり。あ、やべ、雨降ってきた。そだわり、そだわり。いっぱいあるんですけど、来年お二人どうですか？今年ただカモジをすごい追ってるのがあってかっこいいなと思って。ありがとうございます。マジスポーツは DJ やってくれるのでぜひお楽しみください。